今日本当にまとめの声しますのでしっかりしててください。え、まるちゃん、そうそう、マジか、現代処理で野菜とつける、そうそう、次携帯ですけど、携帯ですけど、携帯ですけど、そこまで気に入る、それは良かったですわ。ですね、どれからいくかな、英語からいきましょうね、英語からね、はい、期末の日程が分かったとかありませんか？期末の話最後じゃないですか？今は体育会ですね。遠いね。あ、そうやね。明日は50分です。ごめんなさい。俺の誕生日。たぶんね、職員室に行ったら情報あるよ。でもさ、今始まる。今なんかあれお知らせが今学校からあるのかね。お知らせが来たら。はい、じゃあ行きましょう。英語から行きます。この前ですね、レッスン1の A と B まで話をしたと思うので、C の話をしたいと思います。ですね。で、ちょっと振り返りましょう。ノートを出してもらっていいですか？このプリントとノートを出してください。はいはい。で、ファイル皆さんにあげたんで、ちゃんとなくならないようにちゃんと入れとってくださいね。もう学校どこら辺行きましたか？まだプレゼンスですね。あ、プレゼンス1ですね。レッスン1の1個前に。プレゼンスな。はいはいはい、そうですね。プレゼンス。では、とにかくですね、皆さんは2年生になって一番大事な内容が多いという話をしたと思いますけれど、授業中に単語とか覚えていきましょう、学校の授業中に。ですか？ただ一石二鳥なんで、いきますよ。で、ノートも出してください。プリントとノート出してもらったらありがたい。バリバリ単語力つけろね。はい、じゃあ行きます。単語のところに太字で書いてあるところですね。まあそこが今回大事なところですよ。特に単語でも大事ですよという話にはなるんですけど、1A と 1B の復習してから 1C に行きますので、まず 1A を最初に見てくださいですね。はい、あ、いいっすよ、書きます、書きますですね。はい、レッスン1の A は B 動詞の過去形がポイントでした。レッスン1の A は B 動詞の過去形がポイントでした。 B 動詞の過去形は何と何がありましたか？Is と Am の過去形がまずです、まずです。ですね。はい、簡単です。似てます。Is に似てます。Are の過去形がそうなんです。似てるでしょ、形が。ね、Are なんでね。で、まあ、もうこれを即変えて練習するんですよ。今、怪しかった人。ね。で、授業中に完全に仕上げてください。いいですか？家に帰って勉強せんでもいいぐらいまで仕上げてください。でですね、あと単語の練習からいきたいと思います。ワクワクするような。
あれ何でしょう。そうそう、エキサイティングですね。エキサイティング。エキサイティング。はい、これを何回か書いて練習します。もう学校でも新しく出てきたら即練習するということです。エキサイティング。収穫するようなですね。先に単語からいきますよ。ですね。はい、じゃあ行きましょう。2番目、力強い。何回か練習しました？一歳近く力強いですね。何ですか？パワフルですね。パワーはいいと思います。パワーフルはそれがたくさんある、満たされてみたいな意味で、パワフルね、力強いということですね。パワーは力という名詞になります。力強い形容詞です。形容詞、形容詞の前には何がいると言いましたか？形容詞の前には B 動詞がいるんです。形容詞だけでは、例えば The small wrestlers powerful ではダメです。動詞がないと文が成り立たないね、ということになります。はい、家に帰るは何ですか？カムホームですね。帰宅する、どうもそのままです。帰宅する、カムホーム。その日中の2年生は英語のなんかね、ワークもらっててね、これでもこういうことをやりよったらもう一気にレッスン1の A と B 終わってましたよ。ワーク一緒にバーチ、あの単語書くとかあるよね、あの単語書いたりとかね、はい、だからワークもらったらぜひぜひ持ってきてそのまま仕上げてください。カムホームですね、帰宅する。はい、じゃあ帰宅したは何ですか？帰宅したはカムの過去形でケイムフォームですね。帰宅した、こいつを過去形にしたいですね。ケイムフォーム。今英語のこの前配ったプリントを見ながら単語練習とかしてます。それで出してくださいね。ですか。さあ、あとはスモーベア覚えてる人いますか？スモーベア、そうですね、スモーベア、スモーステーブルですね。ステーブルです。まあ、普通部屋ってルームなんですけど、ステーブルと言いますね。スモーステーブル、練習しっかりしましょう。ステーブルで、スモーステーブル。でこういうのをもうとにかく習った時っていうかね、まあ、塾でもそうだけど学校でも出てきた時にそのまま何回も練習するんですよ。授業中に、授業中練習してる人見たことないです、ほとんど。みんななんか他のことしたがるんですね。絵描いたり、なんか人と話をしたがったり。もったいないです、時間が。授業中にね、できるようになるとね、一番ラッキーですよ。後が楽になるね、試験の時。では、大事な文章いきたいと思います。ターゲットセンテンス、重要な単語の文章ですね。では行きますよ。消しますけどいいですか？ですね。はい、まあ、スモーベアに、力士の稽古を見に行きました。まあ、稽古ってないんで、まあ、プラクティスで練習みたいになるんですよね。はい、それを見たときに、その力士の稽古はとてもワクワクしましたという文章が、レッスン1の A の大事な文章になります。いいですか？はい、とてもワクワクしました。文章いきましょう。それはとてもワクワクしました。本物見たらやっぱすごいよね。
あの人と人がぶつかる音がすごいらしいんですね。稽古場とかガツンとかバシンガツンとかいう音がするらしいんで、はい、目の前でそんなのね、百何十キロがバンとぶつかるとすごいですよ。レスリーってさ、はい、何でしょうこれ。エキサイティングって何ですか、何詞ですか、エキサイティングは。形容詞の前には二動詞がいますね。で、ワクしました。現在過去どっちですか。過去、過去ですね。さっき書きますけど、B 動詞、過去の B 動詞2つしかないです。It が主語の時は、was の方ですね。はい、It was。そしてさっき練習した、Exciting。はい、どうぞ、書いてください。It was exciting。It was exciting ですね。はい。はい。あ、とてもだった。とてもだった。レディーが。いきますね。はい。とてもレディーが。これ、形容詞の前にレディーつけてくださいね。練習、練習、練習。練習。練習しましょう。ですか。文章をとにかく覚えてください。It was very exciting。それはとてもワクワクしましたですね。そうそう、もう試験前にね、ちゃんと単語仕上げとけばだいぶ楽になるよね。はい、あと1個です。あと1個 B 動詞の過去形がポイントなんで、あと1個はですね、今度はレスラーのとこなんですけど、力士たちなんですね、力士たちの練習、あ、その力士は、力士たちは、力士たちは背が高くて、大きくて背が高くて力強かったと。はい。あえて立ちにしますからね。背が高くて、そして、力強かった。もうレッスンはある程度終わりたいと思いますね。頑張りましょう。力士たちは大きくて背が高くて、そして力強かった。はい、力士は何だったですかね。相撲レスラーですね。レスラーがちょっとね、さっき練習してなかったらごめんね。相撲レスラーで、力士たちだから図なんですね。もし力士が一人だったらあなんですけど、ここはですね、だ、相撲レッスルですね。レッスルというのはこうです。レッスル、あ、R の発音いつも言ってますね。うの音を残しましょう。ウェですね。ウェスラー図ですね。ウェスラーが、まあ、レスリングなんですけど、でウェスラーズで、まあ、その力士ですね、そのレスラーで、この複数の S があります。ということは、ワズはどっちですか。複数の S ですよ。もともと R ですよね、普通やからね。何人かいたらね、 R なんですけど、ワーになりますね。はい、大きいというのは何詞でしょう。大きいは形容詞。形容詞の前だから B 動詞が絶対いるわけですね。はい。Big、tall、背が高い tall。そしては何ですか。And。And。あ、それはあれですね。その時とかね。それから。そして、そして。はい、で、あと力強いはパワフル。はい、さっき練習した単語が出てくるとありがたいですね。あの、みんなをこう手元に持ってるので、プリントはね、まあ、それを見て確認してもいいですけど、 The small wrestlers were big, tall and powerful ということでした。
はい、B 動詞の過去形の練習ですね。何と何がありましたか。 B 動詞の過去形は was と were ですね。形容詞の前に B 動詞がいるので注意してください。じゃあ今度 B のポイントをちょっと軽く復習します。消しますよ。で、みんなプリントの裏側、1の裏側を開けてください。B、A の裏側、たら B があります。 B があります。ですね。はい、1B 行きましょう。 1B です。別姓の B です。はい、プリント見てください。いいですね。ここは何かと言いますと、 B 動詞の過去形が出てきたらそれの疑問文と答え方とかね、というふうにこうできてるんですよ。だからこれがポイントになりますが、まあ単語からいきたいと思います。単語です、ね、早くというのはこれ何したと思いますか。早いは形容詞なんですけど、早くは fast。 ああ、それはスピードが速いというんです。これ時間が速いというのはアーリーです。これアーはですね、アーです。ちょっと暗いアーです。オーリーです。オーリー。はい。時間が早いというですね。時間が早いはこの早い。みんながさっきのファーストはこっちです。こっちはスピードが速いというのはファーストでいいんですけど、時間が早いはオーリーです。オーリーですね。はい。ですか。はい、2番いきましょうか。思いは何でしょう。もうほとんど日本語になってますよ。ボクシングで重い階級を何と言いますか。聞いたことある、絶対ヘビー級ですね。ヘビーですね。ヘビー、本当中学校の単語とかでも常識の世界になるんで、しっかり勉強してくださいね。はい、です。はい、動く。あ、ちょっと練習してますか、単語ちゃんと練習してますか。一回じゃダメですよ、一回じゃ。はい、動く。動くは何でしょう。引っ越しをするみたいな意味もあります。ムーブですね。なんか人が動いたら、エアコンが察知してそっち側に風をこう送りにこう、あれなんかムーブっていう名前がついちゃったやつがあったと思うんですね。これもほとんど日本語になってますね。動くですね。はい、もちろんですね、もちろんですよ。例えば、なんだっけ、is の短縮、否定文の短縮形って何でした。 is の短縮形、否定文。 is は is と is んていうね。じゃあ、was の短縮形は was んていう。もう本当に現代形ができる人は過去形もすぐできます。はい、練習しました。練習しましたか。じゃあですね、あと、ですね、少しも何がないっていうのが出てくるんですよ。少しも何がない。これ高校で出てくるんやけどね、よく。少しも何がない。何でしょう。佐藤ちゃん練習してね、頑張ってね。はい、not 何々 at all ですね。はい、not at all です。not at all。少しも何がない。全然なんもないです。先生、じゃあ、これが熊本やったら、この熊本やったら、ノットウォーターアットウォールになるんですか。あ、それはちょっと、前に言いますけど、ノットウォーターアットウォールという表現はしませんね、ウォーターの時は。はい、形容詞が間に挟まるんで、こう大体ウォーターって名詞やん。はい、
だからそれやったらもうノーウォーターです、もう本当そのまま、はい、ノーウォーター、はい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 、はい、じゃあ行きます。ノットパワーあと、まあそれもあんまり使わないけど、だいたいここで出てきたのはですね、少しも難難ないがここに入ったかというと、それもないです。そういう使い方はあんまりしないです。ですね。あ、B じゃない。ごめんごめん。こっち側の動詞の方で出てきちゃった。リズントで、この単純にリズントだけじゃないですね。あのノートだけじゃない。リズント、ムーブ、あと少しも動かない。あの、あれが、大久保がさ、なんだっけ、サッカーの J1 の大久保がこの前、ハクボーと相撲してましたよね。ハクボーと相撲してました。そうそう。もう、ほんと全然違かったですね。80キロ違うってたから、体重。だけどもう、ボンって言われたら、ボンって言ってましたから。はい。まあ、で、一生懸命押してるんですよ。あれだけスポーツやってるやつが一生懸命押しても、全然動きませんでしたって言ってたんで、本当、もうちょっと子供と過ごしてるみたいなもんやったけどね。でも逆にサッカーさせたらそれは白押し切らんでしょうね。まず走れんでしょうね、はい、じゃあ行きます。文章ですね。 B 動詞の過去形が出たらそれの疑問文っていうのが出てくるわけですね。あなたは眠かったですか。いや違う、どっちも違う。過去形ですよ、過去形。はい、普通だったら今まで何やった、あなたは何なんですかという時は眠たいって形容詞なんでですね。あなたは眠たいですかと聞く時は、そこでも聞いてないの、これそこだもん。あなたは眠たいですかと聞く時、現在形だったら何ですか。違う、ああいう、うん、そうそう、ああいう眠たいは何ですか、眠たい。スリーピー、これ眠たいという形容詞です。スリープやったら眠るとかね、いう動詞になりますからね。じゃあ、眠かったですか、過去形です。ハトちゃん止まっちゃダメよ、止まったらダメよ、頑張ってね、練習。何回も変えてください。はい、英語テーマなんでね、今年のわー、言うでした。そうです。だから、これの練習してるんで、今、過去形の。そうですね。はい、あなたは眠かったですか？昨日眠かった？じゃあ、Yes, I am. Yes, じゃあさ、Are you sleepy やったら何やったら Yes, I am やろ？今の答えやったら Yes, I am になってしまうよ。そうやろ？だから Yes?はい。あの上わずわずわずかな。だって2つしかないとか。レアとワズ。2つしかない。わーとあわーとワズしかないですね。明日もラブじゃ忘れてない。ああいうで聞いたらあいラブでしたね。現在形はね。ああいうスリーピー。Yes I am。眠たい。はい眠たいですよ。じゃあ眠たかった。ああいうスリーピー。Yes I was。眠たかったですよ。という。現在形と過去形の練習ですね。いいですか。B 動詞の疑問文とそれの答え方ということになりました。はい。で今度はさっきは和の疑問文だったんで、彼はとても強かったですか、彼はそんなに強かったですかという文章いきましょう。強かったですか。伸びやろね。彼はそんなに強かったですか。疑問文。お、かまわくまず集中してください。まずひーですね。まずひー。そう。ひーまずが過去形でまずひーです。はい。ね、まず火で強いは何ですか。パワー。それパワーの力だ。いやーこれ日本語で当てますよ。強い、そっちよ、そっちで、そんなにっていうのはそうを使います。そう
ソースロン。ソースロン。ソロンなんかあのそのままやね。スペル見たらね。うん。まずひソースロン。ソロング。本当ですよ。そのままです。はい、これでいいです。彼はそんな強かったですか。はい、まずで始まる疑問文でした。強かったらイエス、ヒーで聞かれたヒ、まず、ヒーで聞かれたら、まず、ヒーで聞かれたら、ヒーで答える。さっき言うで聞かれたっけあれよね。イエス、ヒー、ワズ。今日。イエス、ヒー、ワズ。まずで聞かれたらワズで答えましょう。ですね。はい、これで基本的にレッスン1の AB の大事なポイントを押さえてますので、かもちゃん、集中よ。はい、練習。あんたは人の2回練習しとこい。はい、頑張って。みんなが2回ぐらいしか書けないと、そのこっそり4回ぐらい行ってください。こっち。はい。いや、練習したら強くなる。はい。練習したら強くなりますよ、何でも。集中力の問題です。もうここの2年でやり損ねたらね、受験がかなり厳しくなるけんね、2年で本当挽回してほしいなと思います。まあ、通知表が例えば3の科目あったら4に、2の科目あったらまず3にしましょうね。はい、じゃあ1の C を見てください。1の C を見てください。これでレッスン1全部終わるんでね、今日。どうですか。はい、言います。はい、場面の紹介なんですけど、相撲部屋でちゃんこ鍋を食べた時の写真を見せながらですね、アレン先生がヒロにちゃんこ鍋や相撲部屋における食事について話をしています。 Look at this picture、 この写真を見なさい。 Look at this picture、 Small wrestlers made ちゃんこ鍋 for the visitors。はい、ちゃんとチェックしてありますが、歴史たちがでしょ、そのレスラーズ、複数のレスがありますから、たちがついてます。って言ったら、やっぱり S とたちをマーカーで塗るんですよ。そこら辺がこう、俺からしなさいって言われても、自動的に動くようになると本物なんですね。スモーレスラーズ、で、その複数のレス、歴史たちですね。メイド、ちゃんこ、鍋。メイドって何の過去形ですか。作る元はメイクね、メイクのクケメイク作りました。ちゃんこ鍋は寿司とかと一緒なんで、ちゃんこ鍋だから日本語がまあね、そのまま使われてるんで、あの分かるようにローマ字が斜めになっちゃうでしょ。ちゃんこ鍋ですね、ちゃんこ鍋を作りました。で、4右見てください。ちゃんと説明書いてあるんですよ。4は何々のためにという意味。はい、ここはチェックじゃないですか。自学できますよ、皆さん、本当に。もう言い方悪いですけど、下手な英語の先生に出会った時、これが助けてくるんです。はい。本当に。ね。何々のためにという意味。でも英語の先生って割とね、いい先生が多いと思うけどね。ここから力士が誰のためにちゃんこ鍋を作ったのかがわかる。ビジターズ、ビジットって何ですか？訪問する。そうそう、それ動詞ですね。そうそうそう、訪問する、訪れるね。それに OR がついて訪問者なんですよ。ビジター、普通は ER よね。ランナーとかプレイヤーとかね、こいつだけは OR なんですよ、ビジターはね。はい、で、いや分からんです。本当に最初に行ったやつがやっぱり勝ちよね。最初に行ったらもうみんなそれ真似するしかないんで、ビジターズですね。おお、そう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 、これ今日終わるの気分とか言ってくるね。今まで ER 使いすぎたけど今日終わるにしようやと。ビューターですね。で、 S はもちろん複数の S です。いいですか。まあ稽古を見に来たよね、相撲部屋ね。じゃあ皆さん見に来た人はどうぞ食べてくださいみたいなちゃんこ鍋がね出たわけですよ。いいですか。はい、ビジターズ。じゃあそこはもう一回さらっといきましょう。 Small wrestlers made ちゃんこ鍋 for the visitors、力士たちが訪問者のためにちゃんこ鍋を作りました。さあ、これポイントなんです。 It looks delicious。 Look プラス形容詞 It looks delicious。 Delicious というのは右を見てください。おー、ない。おいしい
とても美味しい。そうそう、美味しいという形容詞なんですね。デリシャス、美味しいという形容詞です。普通はね、普通はデリシャスめったに使いません。うん、普通はね、グッドでいいんです。もう美味しいというと、It's good でいいんです。普通に今日、It's delicious。 かなりダメよ。もう原因がそこよ。全然頭悪くないでよ。集中力から、ね、よく切れるけん気をつけてくださいよ。ですね、デリシャスはよほどですね、なんか特別に強調して言いたいときです。美味しすぎて、ね、もう本当にラーメンってデリシャスの方に師匠に来られるからとか、うん、ですね。もう普通グッドグッド、もう It's good、 食べ物でグッド使ったらいいじゃなくて美味しいね。デリシャス、まあ、使ったらいかんことないんだけど、結構特別です。そうなんですか。はい、どこが美味しくなると他の人はデリシャスって言わないですか。もうどう言ったらかね、改まった言い方って言ったらいいかもしれないね。普通日常生活はうまうまうまいってグッグッグッって言うんです。じゃあなんかデリシャスの今とてもうるわしゅうね、大変美味しゅうございますって。そうそうそう、なんか割とフォーマルなところとかではデリシャスはもちろん使うんですよ。要は社長とかの、お食事会だったら、もうそっち結構改まったところではデリシャスありますね。はいはい、なんかハンバーガーとか食ってて、あ、グーで、今日の一番大事なところノートにまとめてもらっていいですか。ルックプラス形容詞ですか。そうなんです、この前ちょっと言ったと思いますけど、書いてますか、ね、うん、ルックプラス形容詞です。デリシャス、青ちゃん会長、ルックプラス形容詞って何だろう。なんなんのように見える、そう、ね、形容詞にわざとようにをつけないといけないんですよね。どういうことかって、まだ食べてないこの人って昼は行ってないでしょ、ね、昼は写真見てるだけですからね。うん、そうそう、だから美味しい、食べちゃったら美味しいかどうか、美味しそうじゃないよね。美味しかったとかなるんやけど、そう、写真を見る限り美味しそうに見えますねという話なんですね。で、ルックプラス形容詞です。じゃあ練習しましょう。It、 次が大事なんですよ。 It って何人称何数ですか。 It、 まずほとんどが三人称です。だって一人称って何、 I しかないでしょ。 I とか We しかないでしょ。ね、二人称は言うしかないです。言うしかないです。全員は三人称。三人称の複数。言うだけ。複数です。そう。そうなんです。だから愛と言う以外は全部三人称やき、今反応が遅すぎるよね。簡単すぎるやん。そう。言っては何人称ですか。もうパッとほらパッとほら三人称。ね。で、単数ですか複数ですか。単数。単数や。単数だから動詞には何もつかない。なんせなんせ散々言うのよ。そうか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 、ね、てそうなんよ。これ実はね、そのまま書きなさいって言った時 S を落とすルックスね。でデリシャス、三単元です、ね。はい、デリシャスも意外と覚えやすいです。なんか結構そのまんまです。デリシオンスでしょ。デリシオンス、ね、そうそう。いいねいいね、シオンス。いいですよ。デリシオンス。今日それで覚えたの。いいねいいね。やったよ。デリシャス5回くらいかけた。デリシオンス。おお、素晴らしい素晴らしい。え、ちゅうことはワンのCも入ったと？いや、英作文を書こうとですね。ああ、それが覚えてですね。一発ラーメンデリシオンスとか入ってて、おいいね、デリシオンスだからデリシオンスにしました。だからね、まだプレレッスンとか A に入ったかどうかっていうところで、もう1の C まで練習して何回もしよったら人より先に単語とか早く覚えるけんね。いいですか。もう試験前にね、ちんたらちんたら覚え出したらダメですよ。もうみんなとにかくですね。おーすげー、もうでいいですか。
はい、でこのルックプラス形容詞が1の C の一番大事なポイントになりますね。はい、じゃあもうちょっといきましょう。4番の文章のところ見てください。 What was in the pot? パットは鍋なんね。ポットじゃなくてこれ鍋の中に was ありましたか。この、B 動詞って存在の B 動詞というのがあるんであるとかね、訳をするときがあるんですね。で What was in the pot? 鍋の中に何がありましたか。 Meat, Tof, and Vegetables。はい、ミート、肉、で、ベジタブルはちょっと練習しましょう、皆さん、どうぞ。あ、これ S は複数の S です、もちろん。野菜ですね、野菜。俺やったら単語出したくなる単語です。はい。これも期末の時出したくなるですね。ベゲタブル。タブルはいけるじゃない、そのまま。はい。ベゲタブルでしょ。ベゲタブル。ベゲタブル。いいですね。覚え方はね、もう工夫したら結構入ってきます頭。ベゲタブル。ですか。ごめんね、教科書2つ勉強しないと。そのくらいはもう新刊でした。絶対日常茶飯事です。はい。はい、いいですか。そのちゃんこ鍋の中に何が入ってたかというと肉と豆腐と野菜が入ってました。ですね。はい、ですね。Each table、はい、6番に行きますよ。いいですか。とにかく練習するんです。あ、またこもちゃん頑張ってよ。なんかよほど気になることがありますか。なんかペンシルの。いいですか。行きますよ。 Each table、それぞれの部屋には、はい、Each はそれぞれですね。ステーブルは部屋ですね。ハズあります。このハズちょっとチェックしてもらっていいですか。ハズ、ハズは持っているじゃなくてありますと訳をしてください。 Each table has its own original ちゃんこ鍋ですね。はい、オウンもオリジナルもこの前言ったように、独自の、ね、オウンはそれ自身のというなんですよ。オリジナルはそれこそ本当独自のですね、あのみんなと一緒じゃなくて、もうそこ特徴がある独自のっていうのはオリジナルですね。独自のちゃんこ鍋だ。はいはい。みんなオンフェイスみたいな。そうそう。あ、もうそれと同じです。はい、一人一人全くね違ったそれぞれですね。だからその部屋によって、独自のちゃんこ鍋がありますよっていう話なわけです。で、interesting、面白い。ね、これ本当は「いつ」が前にあるんですよ。「いつ」があるんですけど「いつ」の省略になってます。はい、ですね。何を省略してるんですか。書きなさい。なるかもしれませんね。だから「いつ」ですね。それは面白い。あ、いいじゃないですか。はい、ちゃんと「いつ」を書いておきましょう。「It's interesting」ですね。「S」です。アポストフィー S ですね。スノーレスラーズ「eat it」。はい、この it は何かというと、もちろんちゃんこ鍋なんですね。で、ちゃんこ鍋なんですけど、もう上に its own original ちゃんこ鍋ってあるでしょ。それをそのまま受けてきます。その部屋の独特のちゃんこ鍋を食べますよと、ね、それを食べます。で、 with their stable master。 はい、 with は何々と一緒にです。はい、マーカーで塗りましょう。 with 何々と一緒に、 with 何々と一緒にマーカーで塗ってください。もうね、訳が書いてあるけん分かると思います。で、ゼア、彼らのでしょ。ゼイ、ゼア、ゼム、ゼアズ、彼らは、彼らの、彼らを、彼らのものですね。はい、ゼア、ステーブルマスター、これいきましょうか。何やった。部屋のマスター焼き、親方ですね。そういうことです。ステーブルマスター。はい、ちょっと練習してください。ステーブルマスター、親方です。書いて練習しましょう。ステーブルマスター、親方ですね。ステーブルマスター、親方です。今レッスン1のずっと練習をしてます。レッスン1の C を今ノートに書いて覚えてもらってます。さあ、そして2つ目のポイントでした。
何々のように見えるはルックプラス何詞でしたか？形容詞。でも後ろが名詞の時はルックの後ろに何かがいりました。ライクなんですね。はい。で、今誰と誰がそのちゃんこ鍋を食べてましたか？訪問者と親方たちと、訪問者と親方と、力士とザレスラー、違う、ザスモー。うん、まあ、そうなんだけどね、ここはね、多分家族みたいに見えるって言ってるから、その、力士と親方。うん、そうですね。で、ぜひ、彼らはですね、はい、彼らは、家族のように、家族って何詞ですか？名詞、その通りです。これ名詞なんですよ。さっきデリシャスっていうのは形容詞、美味しいという形容詞。もう俺こうとことん何しか言っていきね、たら根本につながっていくさ。家族のように見えます、何々のように見える、ここ全く一緒なんですよ。そうなんです、ルックプラス形容詞の違い、あ、ルックプラス名詞ですね。ぜひ彼らは、これ意外と中3でも知らないんでね、これだけしっかり習っとかんと、中2で出てきたこととっても大事なんで。で、全員って 何人称、おさ3人称の、そうそうそう、3人称の複数。そうなん、その通りです。3人称複数なんです。だから三単元の S はつけない、つけない。そう、複数やけどね。全員ルック、そしてライクがいるんですよ。これがとても大事です。ライクってのも別にいい、これが何なんのようになってね、ルックライク、そして何だ何だ、大きな、一つの大きな家族、あ、一つの大きながありました、ごめんなさい、一つの大きな家族、そろそろね、弟子がいっぱいおるけんね、はい、ワンビッグでファミリーですね。ビーグファミリー、ビーグファミリーってビッグだけに、ということですね。はい、 OK ですか。さっきはベジタブルまで練習しましたね、ですね。まあ、あの文法はこれで終わりです。大事なところは、ルックプラス形容詞何々のように見えると、ルックライク名詞同じく何々のように見える。だから後ろが形容詞か名詞によってライクがつくかつかんかね、形容詞だったらつかない、名詞だったらライフがいりますということになっています。いいですか。はい、で最後の2行いきましょう。 Right、 そうですね。 They look like one big family、 彼らは一つの大きな家族のように見えますね。 Right、 その通りです。 Communication、 このション TION のマーカーで見てください。 TION があったらその前にアクセントがあるというのがアクセントのルールなんですね。だからコミュニケーション、これ例えばコミュニケートという動詞やったらこうミュニケートにアクセントがある。でもションがついたらコミュニケーションで A が強くなる。さあ、デュアリングもとても大事です。何々の間、デュアリングマーカーで塗ってください。デュアリング、何々の間ですね。ミールタイム、だから食事時間の間ね、食事の時間の間、ミールは食事、タイムは時間、デュアリングは間ですね。食事時間の間のコミュニケーションは is very important、 important も大事です。単語だからコミュニケーションと important の練習を今からしましょう。はい、単語の右側の単語のところ、文字で書いてありますね。下から4つ目のコミュニケーションとインポータントの練習をしてください。はい、どうぞ。とにかくね、単語は習ったところ絶対覚えていきます。覚えましょうね。コミュニケーション、コミュニ、コミュニで分けてケーション、コミュニとケーションで分けたりとかね、コミュニケーション、ね、デリシャスもあったしね。とにかくあの授業時間に本当単語の練習ぜひしてほしいです。単語の練習は授業時間にしてください。ですね。
で、インポータントもそうですよ。インポータント書いてますか、練習してますか、大丈夫ですか。インポータント大切なということですね。もう絶対通知を上げますからね、皆さん。はい、まずオール読んで過保なんで、だから顔行きたい人は、まあ、あの3はやっぱり許されないですね。 4です、はい。まあ、4と5だけで作ってもらうとありがたいですね。で、東の人は3と4です。だから2はありません。東2めっちゃ嫌いますから、はい。東は通知は厳しいので、2があったらかなりマイナスになるんですね、はい。だからもう1年の時2があったやつは絶対3にしてください。まあ、塾に来てて2はやっぱりちょっとまずいっしょ、はい。多分塾婚でも2は取れると思いますよ。うん、ね、だから塾に来たけんやっぱ2が3になったとかね、3が4になったで、今度期末へ向けてね頑張っていきましょうね。いいですか。そのためにちょっといつもより先に進んでます。前は1週間に1個ずつぐらいやったんですけど、今回はもう一気にレッスン1 ABC して何回も練習します。やけどあんまり大したことないやつなんです。これ見かけ倒しなんです、こいつ。はい、じゃあですね、もう英語に重点を置けと言われたんで、やっぱり今年試験したら英語がものすごく難しかったという意見が多かったんですね。英語を強くしていきましょう、はい。で、ですね、あと今日は理科のポイントをまとめますんで、ノートにきれいに書いていってください。いいですか。はい、もうこれも今日絶対試験に出るというところだけ教えますね。はい、ノート準備できましたか。いいですか。多分分解というのからスタートする。2年の理科はですね、分解というのからスタートするんですけど、一つのものが2つ以上の物質に分かれることですね。一つの物質が2つ以上の物質に分かれることを分解と言いますね。はい、でもまずこの分解欠かせますので、まず分解というのをしっかり覚えておいてください。一つの物質が2つ以上の物質に分かれることですね。もうその中で熱を加えて分解するのを加熱分解と言いますね。加熱分解と言います。でその代表として、炭酸水素ナトリウムの分解、これは今日全員絶対覚えてもらいます。炭酸水素ナトリウム、はい、炭酸水素ナトリウムの分解。炭酸ナトリウムになる。そうです、今日やったやつだ。そうなんですよ。これ何結構切れてるんですね。水曜日にはちょっとあの理科ラボというね、理科の実験の映像をね手に入れちゃったから、それちょっと見てもらえますか。うん、見てみたいです、本当。なんか塩化コバルトしたかでしょ。あ、その通りです。で、まず一つの物質が炭酸水素ナトリウム、三つに分かれますね。集中してますか。頑張ってよ。ですか。はい、炭酸水素ナトリウム三つに分かれます。もう入試によく出るんで本当に大事です。もう中2のところがものすごく大事って言ったでしょ。とにかく炭酸ナトリウムとなんと何に分かれるでしょう。炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素、その通りです。はい、その通りです。学校の授業聞いとけばね、コンプレちゃんと並んで炭酸ナトリウムと水と二酸化炭素、ここね、めっちゃ大事なんです、本当に。本当大事です。で、今から化学反応式も覚えてもらいますんでね。ですか。まず覚え方として、水と二酸化炭素は大丈夫でしょ。これは H2O と CO2 は大丈夫でしょ。ね。いきますよ。まずここに2がいるんですよ。化学反応式の時は2で、実は日本語を右から
こう戻っていくんです、化学反応式、化学式は。だから炭酸水素ナトリウムだったらナトリウムを一番最初に書くということです、ですね。もうルールが決まってるんです。そして水素でしょ、ナトリウム水素炭酸と。で炭酸って何かというと CO3 なん、はい、これ炭酸イオンというのがあって CO3、 もうちょっ と、3年の時詳しく習いますけど、CO2 は二酸化炭素ですよね。 CO3 を炭酸、炭酸イオンで、炭酸水素ナトリウム、ね、で日本語と化学式が逆だっていうことだけ覚えててくださいね。ナトリウム一番最後だったらナトリウム最初に書くんです。ナトリウム水素炭酸の順番で書いていったらいいですね。で勝負ってこいつでしょ。だって水と二酸化炭素かけんかったらね、もう社会に出ても困るぐらい H2 ぐらいしとかな、ね、CO2 ですね。これ理科とか関係なしにね、 CO2 とかしょっちゅう出てくる。さああとはもう一個こいつなんですよ、NA2CO3 水素が抜けましたよね、水素が消えましたよね、炭酸ナトリウム。さっきは水素だったでしょ、ね、はい。この化学反応式をちょっとなんとかね、復元したいと思っておりますのでちょっとお待ちください、はい、NaNaH2CO3、はい、これはね、ちょっとね、あ、来た来た、NaH、来た、NaH、ね、H、あ、H もあります、H、CO3 です、C もありますね、大きさが違いますけどね、ちょっと手作りのいいとこですね、はい、はい、おお、大きさがえらい違いますね、これ、手作り感が半端ないですね。はい、O が3つですね。いいとこでね、なんか あったかいよね。はい、ちょっと自分で言うじゃしょうがないです。はい。NaHCO3 なんですよ。炭酸水素ナトリウムなんですよ。ね、ですね。で、化学反応式の時はですね、2ついるわけです。で、今からやりますよ。Na2CO3。あ、まず H2 を取ろうか。取る場合ですか ?H2 を取りました。H2O ね、 H2O はこうですよ、108度ですよ、この角度がこうしたらダメですよ、108度、はい、そして CO2 取りますよ、 CO2 は一直線です、これ、はい、これは一直線です、これは108度です、はい、あるんです。これでこれほら NA 残ったでしょ、ほら、だからこれがこう NA2CO3CO3、 はい、へえ、いや、それを全部掛け合わせればいい、印象残るでしょ。じゃもう一回戻しますけどね、はい、NA 何でしたか、 NA2NA NA、 ちゃちゃ最初 NA2CO3NAHCO3 ですね、もう一回作りましょう、 NAHCO3 です、はい、NH、 あ、そうか、H しかなんか炭酸水素ね、炭酸水素ですか。これが1個やったらですね、1個で実験すると H2O を取ったらですよ、 CO しか残らないんですよ、そしてナトリウム出てきてないんですよ、とんでもないでしょ。だけどどうしても2個いるわけ、2個いるわけね、はい、これも1個じゃ分解してもどうしようもないです。で2つ分子を持ってきて、はい、まず H2 を作ります、 H2 を作りましょう、 H2 を、はい、何度、108度、そしてこれは180度、そう、一直線、そうそう、まっすぐ、ね、そしてこれをここに合体してるんです、炭酸水素、炭酸ナトリウム、だから NA が2になっちゃう、はい、ただもう勝負はこの2じゃないですか、ここに2がいるっていうこととここに2がいるという、はい、この化学式ね、昔はね覚えんでいいって言ったんやけど、もうゆとりが終わってからですね、覚えなくなったんですよ、はい、ゆとりですか、何かじゃそう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 、あれ見ましたよね、面白いね、はい、
面白い。休みって12万円。でも発揮がしまうと、ゆとり世代にしたのはお前たちやろって言ってるよね。自分でこの人ゆとり世代にしたわけないね。勝手にあの。誰か来たかと思った。誰か来たかと思った。本当。なんか押しかけた？なんかゆめっちゃいるかなと思った。本当よね。みんなあの今度来たら下に潜ろうね。はい。はい。ありませんよ。あ、そうか。先生、これが1ヶ月ぐらい続きましたね。てか、吉田さんっていうか行きませんでしたね。まだ情報来てないっすね。いや、まだ最後のこれがならんかったっけさ。そう、本当にならんすよね。隣になりました。なってほしいっすね。そうそう、すごいね。でも、ほんと飯塚とか言うたことなかったからね。俺飯塚にとりあえず40数年住んでますから。前もうそれもその前はね、長崎の佐世保だったんですよ、ね。よし、じゃあ皆さん、隣も強いな。何もなかったから強い。はい、じゃあ皆さん、これ何も言わないのでちょっと変えてみてください。はい、あと1回だけさせてもらって NaHCO3、 あと1回だけこう変化させる気。 NaHCO3 は何個いりますか？ NaHCO3 は2つ、2ついりますよね。はい、ね、まず何を取りますか？ H2O、 何だったね。108度、はい、CO2 こっち行ってもらいましょう。180度、一直線。はい、残ったのがこいつが NA2。 あ、これ H2O やね。ごめん、 O バカバカ、 H2O か。あ、 O が2つ。そうこれ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 ね。で、こう取っていきました。はい、で、こいつがこれ、こうなる NA2。 そう、 NA2 します。はい、じゃあこの化学式をどうぞ書いてください。化学式を書いてください。実験うまくいきました。今さっき地震について調べたんですけど、震度3らしいです。あ、3ですね。それで7とか言ったらね、7は死んだ。あれは死んだ。すごいね。なんかあれらしいですね、こっちとかはあんまり地震が当たらないから、ね、やっぱ相当地震行くと全然テンパるらしいって。東北とか東京の人は、あ、はいはい、地震ねみたいな感じの人。よく揺れるもんね、あそこは。あ、だから地震。早く化学式を覚えてください。書いて覚えてください。これ写したらダメですよ。思い出そうとして。CO3 です。はい、化学式を覚えて。夏子3で覚えてるみたいですよ。夏子3で炭酸ナトリウム。はい。長が2でね。で、CO3。早く練習してください。練習しようらんよ。本当。頑張るよ。いいですか。練習しました。椅子。とにかくね、授業中の集中力で差が通帳取っちゃう。はい。もう4号の人はもう全然もう微動だにしませんよ、それこそ。もうこんなことしたり、こんなことしたりとかしますね。はい。ガリ勉やないです。なんてあんた仕事しよう人ってガリ仕事っていうガリ勉やないけど、それだけで言われるんですよ。はい。もう授業中にサボったらダメです。はい、練習で、テストするとこれを自分で書くと、これ隠してテストすればいい。書けるんでね。いいですか。頑張って。
夏子さん、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 今日は何の勉強してますか。また集中力低い。そこはダメ。頑張って。やる気はあの人あるけんね、よう勉強しに来るんですよ、本当。はい。それを点数にしたいんですよ。点数するためには授業中の集中力です。行きます。いいですか。で、分解中今練習しようでしょ。一つの物質が一つ以上の物質に分かれることですよね。あ、話すかなかった。ね。もうちょっとあるんですよ。これ、俺の独特の教え方です。オリジナルの教え方です。はい。これ、そうです。はい。これ、見ずに、ね、英語とリンクしたね、今ね。見ずに溶かしたら、こいつとこいつが別の物質かどうかを確かめるから。なぜならば、こいつ白い粉で、こいつも白い粉なんですよ。だから前と変わってないんじゃないかって思われるかもしれないんで、その通り、その通り、水に溶かしてみたら、その理科はね、数学もそうやけどね、そうじゃないかなって思ったらいいです。水に近づいた瞬間に溶けるとか溶けんとかじゃないかなって思うんです。これ予想や、はい、そう、その想像力がね、これを思い込んだらダメなんですけど、想像力が大事なんです。はい。で、水にこいつね、少し溶けるんですよ。こいつよく溶けるんですよ。でもこの溶け方が違うんで別の物質ってことでしょ。書いてくれる、はい、いいですかね。あとフェノールフタレンって知ってますか。フェノールフタレン、検査液ですよね。そうです。何製で何色でしょ。あれは BTB でしょ。 BTB フェノールフタレインはですね、アルカリ性だけ赤なんです。え、アルカリだけですか。はい。あと、え、そのままが青やった。これもともと無色透明なんです。無色透明、そうそう。はい、頑張れ。フェノールフタレインで、フェノールフタレインを入れるとこっちはですね、薄いんですよ。こっちが濃いんです。これでも違う物質ってことが分かるでしょ。あー、ですね。そうですね。少し要するに分解した後も別の物質ができたっていうこと。さっき言ったように一つの物質が3つ以上の物質に分かれることないけど、違う物質になったかどうかは確かめたんですね。で、これはアルカリ性で赤になるんで、じゃあアルカリ性がどうかっていうと、薄いっていうことは、薄いということはアルカリ性がない、少し少ないというか、それを何と表現するかっていうと弱いと。ああ、弱い、あ、そうか、弱酸性とか。そう強い。でこいつが強い。これいっぺんこうやって覚えるとめちゃくちゃラッキーなんですよ。この一つの式、このページだけで全ての情報がある教え方を私は思いついたんです、はい、思いついたんです。これが別のところに書くとなんかたくさんありそうで嫌なんですよね。でも一つのところにこうリンクして書いておくと、もう効率よく覚えられます。ですか。手作りのね、化学反応式のあれもなかなか良かったですね。この今の時代手作り感半端ないやつ。大がこんな大きいとも小さいと思ったりいろいろしましたね。はい。で、これ水かどうかを確かめるのに、さっき言ってくれよった何とか塩化、コバルト紙。そうそう、コバルト紙っていうのはこれないですよ。何紙、松尾紙とか、これないですよ。紙です。塩化コバルトを染み込ませた紙です。あ、塩化、カタカナしてしまった、ごめん。塩化コバルト C ですね。これコバルトって大体何色ですか。青。そうなんですよ、コバルトブルーって言うんですよ。赤になってる。
え、そうなんだ。からコバルトがもともとあったら青なんですよ。コバルトブルーなんですよ。青から何かある赤にかある。これ不思議なことで、俺あの未だに信じてないんだけど、液体やったらね、液体やったら色変わりそうな気がするけど、水だけに反応するらしい。そうなんか怖いっすよね、なんか。だってみんな水でできちゃったな、液体って大体。入ってないそうさっきなんか、例えばお茶いいかさ、お茶反則かな。まあなんかさ、食塩水とかさ、いろんなものをね、まあとにかくそう、水溶き水でできとうけんね、まあまああんまりいらんこと考えめ、とにかくそうそう、水にだけ反応するようなものをこう作ったらしくて、で水やったら青から赤に変化しますよということですね。でこいつもちろん出るんですよ、試験に。塩化コバルト C 出ますし、何色に変わるかも出ますし、あとこれはもうこれちょっと小学生でもできるやん。何やった、何水？水溶水。石灰水。石灰水。水の形を通したら、そうそうそう。石灰水が白すぎる。ね。もうこの表、この表全体全部これ試験出ますんで。ですか。要するに3つの物質に分かれました。ね。一つは水ですよ。じゃあ水かどうかを確かめるために塩化コバルト C にその液体をつけてみましょう。ただ青が赤になったら OK ですよ。二酸化炭素かどうかね、こう泡が出ますんで、じゃあその気体を集めといて、で石灰水を、まあ、まあ石灰水をこの中直接通せばいいね。だからそれ白く濁りますよということですね。はい。もうちょっとあるんですよ。今日はちょっと数学はあの水曜日にまとめてガガッとやりますので、はい。もう今もうそれにこう今目覚めてるんです。もうなんかね。ちょこっとずつね、なんかちょこっとずつやるとかね、もう効率悪い。もうやるときはガーンっていって、もう2週間分ぐらい数学説明しますんで。ね。やべえ、週間、はい、はい、はい。はい、もう学校も鼻くそでしょ。もう分かりすぎて。もうどうしようか。ちょっと2週間ごめんなさいね。2週間復習だけですから、ね。2週間もあこに行ってますからね。もうそこでバトンもらった。はい。そう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 。ゴロさんの意思が25点差。あれあれ見えない見えない、もう見えない。でも1年したら100万作れる。ああ。でもあのこれ受験では大事なところですね。とっても大事なところ。いいですか。はい、じゃああと最後にですね、この炭酸水素のあたりでも記述式があるんです。言葉で説明する。それ今日やりました。はい。試験官の口をちょっと少し下げる。書くところがない。これもね、もう違うぞって書いていいですか。あ、いいっすよ。これ見てもらうのだけど、これ説明してよ。お、今俺は先輩こっちかいか。はい、まず2つあるんですね、2つ。1番、ここです、ここ。普通ってさ、温めるときってこうして温めた方がいいやろ、当然。確かに。だって粉って、ここの粉ってこっちがずれてきそうや。でも、あれや、あえてこうせないかな、何かって、ね。でも爆発されたするでしょ。だからダメとか先生言うの。そうなんです、なぜかです。爆発するじゃん。はい。試験管の口を少し下げるのはなぜか。そうです、それでいいです。これでこう記述式なんです。まあ勝負は記述式なんですよ。はい、基本。やっぱ80以上、90とか100とか狙うときはここができないといけないところですね。はい。何が発生しますか、今回。塩化コバルト C、何ができたかどうかを確かめるやつですか。水よね。はい、だから発生した水と言ってもいいですし、発生した液体と言ってもいいです。液体が、例えばこういう形で加熱してたら、ここがめっちゃ高温なんですよ。めっちゃ熱くなってるところを加熱部と言います、はい、加熱部。この言葉が大事なんです。はい、この加熱部が大事。
もしこうやってしていたらみんな風呂に入った時に経験あると思うけど、冬とかに上からホタッと落ちてきたことがあったりするとめっちゃ冷たいですよね。うわっとか言って上からポタ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 落ちてきて、もう呼べとかね。水滴とか冷たいよね。あんな感じがこう結構あやべとかポタポタ落ちてくる時があるね。あのイメージを思い出してもらうといいんだけど、加熱部にこれが流れ込んできたら、熱いところに冷たいのが来たら試験管がジュワー割れる。もう爆発まではちょっと、でも割れ方としてはそういうイメージがあるかもしれない。試験管が割れるです。試験管が割れるのを防ぐ感じで、発生した液体が加熱部に流れ込み、この加熱部って言葉がとっても大事なんですよ。今回点差つけますよ、他の人にね。加熱部に流れ込み、ここまで覚えるんですよ、ここまで。ただ試験管が割れるのを防ぐためにはもう誰でも覚えるんで、だと試験管が割れるのを防ぐため、これ黒にします、あえて。試験管が割れるのを防ぐ。それは熱いところに冷たいのが来たら割れるんですよ。割れやすい。試験管が割れるのを防ぐ。今日中身濃いですからね、めちゃくちゃ相当これ点取れますよ。これ今日教えたとこ全部試験出ますから。はい、理科苦手とか言わせません。もう炭酸水素ナトリウムだけを任せてとかね、それでいいですね。はい、ですか。いいですかね。あと給水式2つあるんですけど、ちょっともう時間になったんでね、香織先生がマットのシャークね。水曜日はですね、今日英語を重点的にやりましたんで、英語ちょっと軽めにして、理科と数学を重点的にやりますので、いいですか。で、理科はね、今回分解が2つある、ね、炭酸水素ナトリウムと酸化銀の分解。はい、で、あと最後に水の電気分解します。水これで分解の3大要素もうなんかベスト3が出揃いますね。はい、であと数学はですね、さっきちょっと教科書からコピーさせてもらいましたけど、教科書の一番最後のまとめのところをもう入って終わりますからですね、全部説明します。はい、いいですか。じゃあ楽しみにしちゃってください。では、一応これで休憩に入りましょう。終わります。はい。はい。ありがとうございました。